伝統商薬製剤の欧州指令における伝統的な植物薬のための勘弁な規制承認手続きとして2004年3月31日に欧州議会及び道理事会によって定められた。以前には EU 全体にわたる公式な承認方法はなかったのでそれぞれの EU 加盟国は国としてこうした製品を規制していた。この規制のもとでは全ての商薬製剤は EU 内での販売許可を取得する必要がある。薬創医の指導を受け患者のために作られる、承認されていない治療薬は伝統小薬製剤の指令の条件から除外される。小薬製剤は完成品の質の確保と、また安全性を示すために適正製造基準に従って製造される。エキナセアとして知られる。アメリカ先住民が使用したことにより、 ヨーロッパに伝わる、免疫不活、抗菌、抗ウイルス、抗炎症などを持つ、ノコギリヤシやソーパルメットとも呼ばれる、欧州では前立腺肥大症に使用される、セント・ジョーンズワートとして知られる。セント・ジョーンズワートの基準は正確には不明であるが、従来の選択的セロトニン再取り込み阻害薬系の抗うつ薬と同様に、 セロトニンの再吸収を阻害することが関係するとみなされている。樹齢30から50年以上の海岸末から抽出する。強い抗酸化作用や血流改善機能がある。生洋化の個層の根を使用する。催眠、鎮静薬として効果がある。時計層として知られ、不眠症の改善、鎮静効果がある。菊科の一種の体幹性一年層。 薬草として用いられ、権威、発汗、消炎作用があるとして、婦人病などに用いられていた。ハーブ処方の古典、バンクスの本草書には、肝臓の痛み、頭痛、偏頭痛などに効能があり、ワインと共に飲むと良いと書かれている。北アメリカ原産の金峰外科サラシナ昇魔族の多年草。高年期障害や月経前、症候群などの婦人病や、 咽頭炎に使用される。乳がんや子宮がんの予防にも使用される。南ヨーロッパから中央アジア原産。一世紀頃から PMS、生理痛などの婦人病に使用される。ありがとうございます。